じゃあ、ですね、また一人で撮りますけども、お相手はもっくん。ただこの前のコメント欄で荒れてたんで、決して悪いやつじゃないし生意気なやつじゃないんですけど、言葉遣いが悪いということ で、ね、なんかこれから気をつけるので、まあちょっと許してやってください。よろしくお願いします。お願いします。カメラの向こうで頭さちゃんと下げてるから、お願いします。お願いします。言えてないけどね、はい、今のはね、まあ、今日はそうですね、新人王についてね、今回、パ・リーグとセ・リーグでどうな誰がなるかなっていう、まあパ・リーグのは下位のかなっていう、ソフトバンクの、はい、まあ抑えも途中でやって、はい、まあ森がいない時は抑えでやろうとしてたけど、はい、森が帰ってきてまたセットアッパーになったりだとか中継ぎに戻ったりだとかしてるけど、はい、優勝すれば鉄板で下位のかなっていうのは気がするな。というのはやっぱチームの成績も大きく左右してくるんだよね、はい、それなぜかというとチームの一つのホールドだとか、はい、一つのセーブの価値が高いじゃん、はい、やっぱり優勝するとね、はいはい、だからまあそういう形で言えばやっぱ下位のがトップかなっていう。あー、なるほど。まあ問題はセリーグだよね、はい。あ、そうですね、うん、たくさんいますもんねセリーグ。まあ純粋な1年目で新人を取るのか、はい、例えば村上みたいに資格があって、はい、今年ブレイクしてるよね、はいはい、そういう人間を選ぶのか。あ、まあまあ新人の資格というのは打者で言えば60打席未満、はい、1年目にで、ピッチャーも何イニング未満っていうのがあるんだよね、はい、それ、村上は60打席未満だったから、はい、だからそういう意味ではもう確実に資格はあるんだけど、はい、まあ近本だとか、あ、上茶谷だとか、はい、もう全くプロの世界は分からなくての1年目じゃない。確かにね、うん、そうですよね。だからまあそういうことを考えると難しいなっていう。でも働きから言うと村上だよね、はい、打率は低いけど、はい、でもやっぱあの存在感とチームの中心を打ってるということ、うん、それと今打点王争いホームランももう30本っていうのが見えてるし、うん、やっぱこの数字はやっぱこうとてつもない数字だというふうに思わなきゃいけないしね。でも近本が、はい、まあ、阪神の今の成績、はい、チーム成績が、まあ、現時点では4位だけど、はい、だけどここまで引き上げて、でも一時期 A クラスにも入ってた時期があって、あれは近本がいないとそこまで行ってないよね、うん、だから近本はまあ高層種、まあ、そういうことで非常にチームには貢献してるし、はい、上茶谷最初勝てなかったけどやっぱ勝ち出すとエンジンのデカさを感じるよね、排気量というか。だからこれは勝てるピッチャーになるだろうなっていうのも思うし、はい、まあチームの今永に次いでなんか信頼を受けるようなピッチャーにもなってきてるし、はい、だから非常に、まあ、近本っていうのはチームの成績、ヤクルト村上、はい、チームの成績って考えると上茶谷が10勝以上、はい、10勝じゃダメだね、10勝以上13ぐらいで、まあ、例えば優勝するとか、はい、DeNA がそうなってくると上茶谷 になりそうなんだけど、でも村上がタイトルを取る、はい、まあ、例えば打点を取るとか、もう30発以上打つとか、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ村上もう文句なしに村上になるよね。あ、ちなみになんですけど、豊さんが現役で新人の時代あるじゃないですか。ある。今戦えると思います？今の自分のも初心に戻って。いや戦えないよな村上には村上の足元にも及ばないよね多分。で近本にも無理だな、はい、で新人の時上茶谷はまあバッターだから、まあ、打つのは打っただろうけど、はいはい、まあ、そこまで高い打率でもなかったし、ルーキーの時はね、はい、でまあそういうチャンスもなかったから。あ、なるほど、うん、だけどあの村やっぱ村上かな。じゃあそうっすよね、うん、村上のあの存在感と、この前神宮で2本2打席連続、はい、初めて打ったんだけど、あのホームランを見た時に、はい、もう恐ろしくなったね。あ、それも嬉しいはずなんだけどさ、はい、ニコリともしない。俺が打ったらおかしいかぐらいの顔をしてる。それを見た時に、あ、こいつ勝負師やなと思った。あ、もう末恐ろしいよ。なるほどね、うん、まあまあ期待してますけど最後までレースをね、
新人王レースを期待してますけど、現時点では村上が2歩リード。まあ、近本のオールスターでのあのインパクトっていうのもすごくあの強かった、サイクルヒットがね。だけど、まあ、トータル的に言えばやっぱ村上かなっていう感じがします。すいません。